代表は小さなことからコツコツとって言ったらコツコツとって返してください。では行きます。目指せ世界平和。小さなことからコツコツと。デビューライブということで、あちらにおめでとうございます。はい、今日大勢の方が集まってて、しかもこんなドームですごい緊張してるんですけど、ところで皆さん、ここ何しか分かりますか？会議室だよね。で、その会議室の隣にある私のホームタウンって何しか知ってますか？来ていて、今日もここからバスが来てるって聞いたんですけど、なんだろう、なんかこの自然な感じ、わかる？自然があるな感じ、なんかあっちからもほら、牛の、なんて言えばいいの、牛の顔に牛のフレーバーが来るんですけど、そう、帰りした端まで、なんだろう、フレーバー友達、端までも牛いるんで、ちょっと友達感あるんですけど、そんな端島の特産品、例えば濃姫っていういちごの品種だとか、初霜っていうお米とかがあるんですけど、その特産品が歌詞に入った曲を歌うので聴いてください。特産センターヒロインジャー。新幹線もあるという超都会なので、自然もあるけど超都会なので、ぜひ来てみてください。
ください。はい、では聞いてください。スタート。
ましょう。なんとですね、来週から皆さん長期休暇が始まります。その名もゴールデンウィーク。ゴールデンウィーク、その通りです。もう始まってる人もいるのかな。有給とか取ってたら10連休っていう人も中にはいるかもしれないんですけど、8月がですね、なんと3、4、5、6と連続でイベントがあります。しかも6日は2つあるので、ぜひ取ってみてください。でその中でもですね、5月5日の土曜日、新高円寺ってどこか分かりますか？岐阜県でも愛知県でもないんです。東京。そう、なんと橋橋東京遠征決まりました。ありがとうございます。しかもお友達の郡上のアイドルはユリリーさんと一緒なので、コラボとかもしちゃったりしまいしちゃったりします。そして6日もですね、メイカーズピア、レゴランドの近くのライブの後に、なんとスペースフェイトさんで先ほどライブされたスパーキーシャドウさんの相沢小道ちゃんの生誕祭があります。魔法使いの小道ちゃんの生誕祭を318歳ですね、ぜひお祝いしに行きましょう。そしてこんなところかな、こっちは。そして月が最後の曲となります。そこでですね、ミケの特技といってもなんですが、ギターを弾きたいと思います。ありがとう。結構なんかこの曲やるのが久しぶりで、なんだろう、ソロの時にしかやらないので、ちょっと緊張してます。ただいま。今日はですね、キックを2つ持ってきたので、最後投げるまで良ければキャッチしてみてください。投げるのが下手っていう噂が立ってるみたいなんですけど、まあ、キャッチすれば問題がないと言ってください。じゃあいつもの曲で歌いたいと思います。最後の曲です、聴いてください。ボトノーズ。
この後終演物販であちらの机で物販させていただくので。